膝が伸びなくて困ってる方は見てください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、膝の痛みに関する貧体だよ、膝の痛みに悩んでらっしゃるあなたに届けできればと思います。はい、この間ですね、動画でもお話ししてた温泉に行ってきました。はい、まあ、夕方の5時ぐらいに入ったので、ちょうど夕日がこう沈むロケーションの中で露天風呂に浸かれたので、とても癒されたなと思います。はい、また行きたいなと思います。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、最初にもお話ししたように膝が伸びない人ですね、膝が痛くて膝が伸びない人に向けた、有効なストレッチ方法をお伝えできればと思います。で、膝がですね、こう曲がりっぱなしの人の特徴として、やっぱ O 脚ですね、 O 脚の人が非常に多いです。で、今からお伝えするストレッチが有効な人の特徴としてはですね、このお膝ありますよね、お膝があって、このすねが結構ね、こう外側にねじれてしまってる人ですね、外側にねじれてしまってる人、パッて自分のお膝を見た時になんか膝が太くなってしまったなっていう感覚があったりとか、なんかこうねじれてるなっていう人は、今からお伝えする筋肉が縮こまってしまって膝が伸びないっていう可能性が高いですので、ぜひですね、今からお伝えするストレッチを一緒にやっていこうと思うんですけど、じゃあこの筋肉のですね、原因はどこなのか、あ、ごめんなさい、この膝が伸びないっていう原因は何なのかっていうと、こちらですね、はい、大腿二頭筋短頭って言われる筋肉があるんですけども、この筋肉が縮こまってしまってると膝が曲がりっぱなしになっている方が非常に多いです。なのでここをね、今から一緒にやっていこうと思いますので、準備をしてください。はい、そしたらやっていこうと思うんですけど、まず触るポイントっていうのを簡単にお伝えしますね。はい、見えますでしょうか。触るポイントとしては、まず太ももを皆さん触っていただきたいんですけど、太ももの外側をまず見つけてください。はい、見つけていただいたらですね、こっからこの裏側に向かってこう触っていくと、この辺りですね、ちょうど裏に差し掛かるかなぐらいのところでペコってへこむ場所がないですか。はい、ちょっとこの状態で膝を曲げ伸ばしですね、曲げ伸ばしした時になんかこう動く感覚があれば、そこがちょうどですね、外側の筋肉と太ももの裏の筋肉の相中になります。はい、この辺りにですね、大腿二頭筋の短頭っていうのがありますので、この部分ですね、この部分を、剥がすことっていうのをまずやっていきます。はい、もう一回一緒に見つけていきますよ。太ももから後ろに行った時に、ここでペコンってへこみますよね。はい、そこに対してですね、グッと骨に向かってこうえぐるような感じで指をまず入れてあげてください。はい、この状態をまずキープしていただいて、そしたらですね、ちょっとワイドにしますよ。はい、もう何でもいいです、膝曲げっぱなしとかでいいので、さっきのところをまずえぐるように触ってください。で、触っていただいたらこういう感じですね、こういう感じで裂くようにマッサージをしてあげてください、この部分を。はい、結構ですね、こっから太もものですね、下から3分の2ぐらいの長さの部分をやっていただきたいので、下からですね、順番にこすっていきます。はい、こすっていきます。まあ、一緒にやりながらですね、やっていければと思うんですけど、まあ、この微妙な時間の間に、なんか余談なんですけども、いちご狩りをですね、この間、一人でやってきました。はい、1時間だったんですけど、ものすごくね、ちょっと恥ずかしかったです。はい。で、まあ、周りはカップルとか家族連れがいたんですけど、まあ、明らかに、あの人一人みたいな空気がちょっとものすごくしんどかったんですけど、まあ、初めてのいちご狩りだったので良かったなと思ってます。はい、はい、っていう風にやってるうちに、ちょっとほぐれてきたと思います。で、次はですね、今触ってるとこ、ここありますよね、これを触ったままですね、触ったまま膝の曲げ伸ばしをしていきます。曲げ伸ばしですね。はい、1箇所につき大体10回から20回ぐらいですね、こういう風に伸ばしてほしいなと思います。はい、で、まあ、20回伸ばしたと思ったら、次はですね、まあ、下から始めている方はその下の部分、
から上に向かってこういう風にやっていきますし、逆に上をやっていった人は下に向かってその隙間ですね、隙間があると思うのでそこを何回も何回もやっていきます。はい、1箇所はだいたい20回ぐらいですね。はい、こうしているうちにですね、大腿二頭筋っていうのが柔らかくなっていて、膝が曲がってしまっているのをの曲がってしまっている分を伸ばせるようになってきますので、これを続けていきます。はい、結構痛いと思いますよ、硬くなっている人は。僕は別に膝が痛いわけじゃないので何気なくこうやってますけど、本当に膝が悪い人とかはこれ結構痛いと思いますので、しんどくない範囲でやってあげてください。はい、大丈夫ですか？はい、そしたら OK です。で、それが終わってからですね、まあ、ちょっとこう伸ばそうとしてみると、なんかさっきよりも伸ばせる感じがあるんじゃないでしょうか。はい、あるいは、分からない方、ちょっと歩いてみて、いつもの感じよりなんか伸びてるなっていう感じがあるのであれば、ちょっと今のねストレッチっていうのを、しっかり続けていただきたいなと思います。はい、僕が実際に見させていただいている膝の患者さんはこの筋肉が結構原因でですね伸びないケースっていうのは本当多いですので、ぜひ一度やっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、今日の内容良かったなと思った方はグッドボタンだったりとか、あとこういう動画見たいですとか、今日の感想とかもしあればですね、コメント欄に、書いていただければと思います。それをもとにまた動画を作っていきますので、はい、そしたらですね、今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。